監視カメラではない人生だアリオンはレンタルビデオ店ですアリオンはトレーニングジムですアリオンはマンガ喫茶ですアリオンはゴーゴーカレーが食べれます人生相談粘着テープくいどのようにくっつくのか気になるこのつもり方はかっこいい。 この中に残雪聖人が住んでいる <laughs> 溶けてできた空洞はダンジョンだ謎のマイナートンネルそこには草が育つえどうも自立大人ホームセンターゾリンタリです今日は前回に引き続き歌詞掘り下げ句会で前回からの j p o、ね、p と j p o p に喧嘩をを仕掛けることにしたんですね 人として、まあ、本気でライバルだと思って j p o p 界に戦いを挑むということです嬉しいことに全部日本語だから戦えることになっていますで、まあ、気になる曲を調べていく今回は Ado さんの「ギラギラ」という曲とナンバーア、no. i の「ゴートという曲これが、ね、最近現れてすごいかっこいいのでどういうことなんだということですねあの曲もダンスもすごいです で歌詞は何言ってるか知らないから、まあ、今日調べてみます。ゴートすごいですね。で、まあ、b ーファーストのライバルのような存在になっている今、日本のベストミュージック100というのを YouTube で調べてそれであの j ポップ界調べていますで、勝ち目はあのゼロです勝ち目は、えー、ゼロだけど、まあ、j ポップ界にあの喧嘩を打ってみましょう GTV は今後、えー、そのような姿勢で挑みます。K-POP 界はあの影響を受ける側ですね。あの日本語じゃないから、何言ってるか分からないから、えー、戦いは挑めないです。まあ、K-POP に影響を受けて、まあ、J-POP 側は、まあ、喧嘩かを売るあの世界観ということになってます。どういうことなんだと。で、まあ、ダンスや曲で喧嘩を売ったらですね、まあ、ますます勝ち目がないから、まあ、やっぱ作詞で、まあ喧嘩を売りましょう。今日も歌詞を調べて、ね。 えーまあ、真剣勝負挑むということで、まあ、でもやっぱアドさんのもとには一番やばい曲が集まっている気がしますねとにかく今回もアドさん出てきます落書きをグラインダーで削った人の職人芸このぐらいは髪の毛を生やしましょう このフェンスの内側には野生動物も人間も誰も住めませんこの色こそヘドロニジだ美しい水と油の関係性も美しいじゃないか実際は。 暖かいだけで嬉しいです。何も贅沢は申しません。あったかいだけで嬉しいです。島民後の人間。君たちをペンキで塗り直す達人になりたい。電線をフライパンで炒め、焼きそばにして食べることはできません。 誰も管理しない竹が前のめるさあでは今日も歌詞掘り下げ会をやっていきます、えー、今日も Ado さんに登場してもらいます Ado さんの元には最高の作詞家作曲が集まってみたいですこのギラギラという曲はですねまためちゃくちゃ良かったですもう相当いいですねで作詞作曲テニーオハと、まあ、一人で作ったみたいです で、まあ、アドさんのカリスマ性がやっぱちょっとダークヒロインということでその本人も陰キャだと、まあ、自称しています決して人前で出るタイプではないとクラスの中で一番おとなしいタイプなんだけど歌唱力は日本一らしいです日本一なんだけど、まあ、陰キャということで,で顔出し NG なのもまあ多分それなんでしょうまあというかわかりやすいですわかりやすいで まあ当然そういう世界観の曲が集まってきます。このギラギラ、と、まあ、んでもないです。あの、めちゃくちゃすごいかっこいい。超かっこいいんだけど、まあ、基本的にはダークヒロインです。あの、決して明るくはない。えー、気持ちが嬉しいかっていう、その本人は、まあ、やっぱり自己嫌悪感のようなものがですね、すごい、ま、強烈で、どうしようないと。で、それがですね、もう、まあ、それがま、ギラギラになるんでしょう。ギラギラ。というふう。で、 あこのやっぱ出だしの部分から伝わっていくのは、してモテるタイプではないということです。この、なんていうかですね。で、まあ、万人受けする人物ではないと。その万人と、みんなと仲良くやっていけるタイプではないと。いうことで、反対にあるのがまあ、陽キャでしょうね。この陰キャと陽キャ。まあ、今の若い人はよく言うことですけど、陽、まあ、キャ、反対は、まあ、例えば明るい人、まあ、ブラックピンクのリサなんかは、真逆の、 明るいタイプでしょう。で、Ado さんは完全に陰キャということで、なんていうかですね、まあ、うん。で、その内に秘めた思いが、まあ、桁外れということで、えー、まあ、こういう曲を、まあ、歌いこなせるということになっています。で、歌詞をようやく掘り下げると,いうことですね、まあ、まあ、面白いですよ、本当に。ああ、もう本当になんてすみまあ、これでワンフレーズですね。ああ、もうなん どうになってた晴らしき世界。で今日もまた己の修学者に惑う。この「んで」って言ってるとこかもしれないですね。この「んで」もううんざりしてると。まあ、ずっと毎日この上司だから、えー、楽しくはないみたいです。あのとにかく嬉しくない楽しくない。で、まあ、己の修学者に惑う。まあ、その多分自分の顔が、まあ、自分で好きでないということですね。自分の顔が自分の自分で。まあ、そこがこの曲のテーマになってみたいです。 自分のレックスが自分で嫌いだということで、まあ、そこがこのギラギラに直結すると、まあ、それがテーマになってるのででも人を好きになってしまうと、えー、だから余計に悶えるということでうん確かに若者の代弁、まあ、10代ですね10代10代の若者の気持ちをめちゃくちゃストレートに歌えるということで、まあ、当然これは若者に人気が出るでしょうで 神様が左手で描いてみたいということでまあそうなんですよ、自分の顔が好きじゃないととにかくそれがずっと伝わっていますでラブソングも自分向けじゃないでしょうともう諦めてると、まあ、そうなんですよ、まあだから真っ暗ですよ本当に、まあ、最悪な気分っていうことですねでもとにかく傷つきまくってますとにかくそれがなんだけどで曲がまたすごいかっこいいんですね曲がかっこよくてまあとにかくかっこいいですねで一人で作ってるから、まあ、本当その世界観に伝わってきますね曲で なぜかっこいいのか、まあ、こっちにはわかんないです。もう、お手上げですね。勝てないけど、ずっとこの調子でいきますで。で、このフレーズはよく出てきますね。この、なんてファニー、この世はビザーこれ、一応、英語はあんま詳しくないんだけど、調べると、ファニーは、面白い、笑えるみたいな。まあ、自称的な。自分で自分のことを、まあ、諦めて笑ってる。で、この世はビザーこれは機械だそうですね。この世は、ピエロみたいに、へんてこなくなってる。 そのぐらいちょっとですね、多分見えるビジョンがおかしくなってるんですね。この、なんていうか明るい街じゃなくて、もう、何もかもがですね、この、まあ、狂って、まあ、自分の子らボロボロ状況ってことになります。もうずっとその状態ですね、そのまギラギラギラ自分の子らですね、まあ、そうなんですよ。でもやっぱりこの人は多分、あの、多分友達の中でもおとなしいタイプだと思うんですね。やっぱそれが共通点。アドさんと一緒で。 決して多分すごいおしゃべりで前に出るタイプじゃないような気がするで、まあ、その炎、まあ、炎でいって赤い炎じゃなくてなあ青い炎みたいな、まあ、見えない炎というかですねそれがギラ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 というまあこれがですね何なのかっていうことが多分この曲の最大のテーマになる自由理祭人も、まあ、これはやっぱ注目するでしょうギラギラという祇園は何を意味するか やっぱ尖ってる状況。尖ってる刃物ですね。尖る刃物を連想されます。もしくは、まぶしい、レーザー光線のような、レーザーとかですね、刃物。あまあ、大体、これらを連想するでしょうで。とてつもない切れ味。多分何でもちょん切れるということです。そのぐらい光を秘めているということですね。たぶそういうことなんですよ。この レーザー光線並みの怒りを持ってます、この人は。自分の顔がまた好きではないということで、余計怒りが湧いてくるわけですねで、この、ここは多分、この,、まあ、この前半ずっとその調子で、ここは多分、最初の盛り上がり部分だと思んですね。このお釈迦様も存ぜのうちに、も健やかに狂っていたみたいと。もうとにかく遠征的なことなんですよ、あのお釈迦様ですら、まあ、遠征的な気分、このような全てが嫌だと。 いうことをまあお釈迦様も昔言ってとまと、あ、そこでちょっと共感を得るわけですね。まあ、自分もそうだと。もうこの世の全てが嫌ですということですね。あの遠征で強制は端から鼻からもう1ミリたりとも何を見てもまあ嬉しくないみたいですね。とにかくそれはずっと続くんですよね。でさらに走る。強いここが面白いですね。この強い三性雨が洗い出す前に。 蛍光色のあざいてこれもですねめちゃくちゃ面白いですよあのめちゃくちゃ面白いこれ当然句として取るべきでしょう強い賛成が相手をない蛍光色のあざ抱いてただこれどういうことなのかあの本人にしか分かんないですあの分かんないけどとにかくすごいグだということが分ています ここなんかもやっぱすごい強烈な一様、ね、はまあ、明るく楽しく暮らしてたら、まあ、こんなことは浮かんでこないんですけどまあ、全然そうじゃない全く楽しくないからここまで湧いてきたというかこの辺もやっぱレーザー光線、ね、で、まあ、夜の狼このそこで見てるこの乱舞うーんとにかく思いが強い、えー、でも誰にも 話せないみたいなそんなす、えー、孤そうですねく,つも,ちくもしも神様が左利きならどんなに幸せかしない、まあ、大体この右利きがメジャーですからメジャー多分右利きは世界のメジャーを意味してると思いますねこの自分の価値観や人生観はすべてですねこのマイナー少数差ってことですねこのマイノリティ多分マイノリティを意味してるこの左利きほどの。 確かに左利きっていうのは最初からなかったことにされるからメジャーじゃないからみんな右利き順で話されるから多分要はマイノリティこそが自分ですよと多分それを意味してるだから神様がもしも少数派の価値観を分かってくれたらどんなに幸せかしない多分そういうことだと思うんですよ100人ぐらい人が集まったら、まあ、この作者は100人に1人しか思わないようなことをバカ考えるから、まあ、最初からなかったことにされるそのマイノリティの気持ちを、まあ、どうしてもそれがですね もう鬱憤が溜まりすぎてるい状況ですねこれが1ミリグラムの花火これも面白いですね目にしみるは1ミリグラムの花火多分涙なんですけど涙が怒り狂ってるということです悲しいんじゃなくて悲しみの涙ではなくて多分これ怒りの涙すんですこのこの一行の一句ですねこの一句の実は悲しくてられてるんじゃなくてもうどうこういても だから花火ですね、この燃え盛るような涙が出てくるということです。でずっとギラ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 そういう状況ですね。やっぱ怒りでしょうねこれは。うん。で最後これでまとめるみたいです。ありのままんじゃまんまじゃいられない。誰も彼もなんて素晴らしい世界だ。イラついていこう。これは多分ですねあの優等生な優良的な。 人生はやりたくないっていことなんでしょうね多分ギラついていこうってうことはまあまあ基本的にはグレる姿勢なんですけどこれが昭和の時代だったらですねグレ方が多分分かりやすいんですねこの暴走族にあったりもしくは喧嘩本当に殴り合いの喧嘩したりそれが昔の、まあ、ギラつかせ方だったんですけど今はそうじゃないですからあの令和の時代の若者のギラつかせ方は多分違うということでまあそれがこの楽曲が多分代弁してくれるんでしょうね。 あのーまあ、基本的にはグレる感情が湧いてきてそのまあレーザー光線みたいな怒りが湧いてくるんですねこの目に見えないとてつもなくとんがりまくってで、まあ、深い怒りを抱えている、えー、ただ本人も誰にも見せたくない多分理解できないだろうから、えー、でそれを内側でまあ爆発させるこというねそれがこのギラギラになるということなんでしょうけど、まあ、どうでしょうか で、またこれはですね曲がめちゃくちゃいいんですよね本当にいい曲です多分素の状態で攻めてきてるというかですね、うん、気持ちの赴くままにまあ怒っている状態だと思うんですこのギラギラという状況がえー、まあ今日はですね J−POP 界にあの 喧嘩を売りにに来ることになっていますあのなんかこれをライバルとして戦わないといけないらしいですあのこの名曲を目の前にしてね作詞作曲すごいですよでどうするよってことですねで Ado さんの歌唱力で迫っていくるんですけど、まあ、まあ優勝ポイントを伝えるかこのやっぱ一番気になるのはこの腕が面白いですねこれで 健やかに狂ってい,てみてください健やかね狂ってい,ていうのが健やかにってところがまた面白いですよね多分周りからはあの気のせいでしょみたいに言われてしまって健やかに狂っているってことは体はどこも悪くないから周りに話しても、まあ、理解されないってことなんですよねどう誰が見ても病んでたら、まあ、周りも助けを続けろそうじゃなくて健やかに狂っているから、まあ、周りからはまあほったらかしにされると何言ってるのこの人みたいにその辺も面白いですねだからこれは共感を得れます 日本中の若者が多分一緒なんですよ。多分、親世代から、あんたはどこも悪くないって言われて、まあ無視されたりして,してですね。いや、でも自分はもう病んでるんだというふうに、どういうふうに病んでるか、まあ分かってほしいけど、まあ理解不能だから、まあ、とてつもなく怒りが湧くということで、まあ、その辺なんでしょうね。この健やかにじゃなきゃいけないのは。まがいものこそ悲しけれ。うん。これも多分、表向きの自分はもうまがいもの、偽物なんでしょうね、多分。 誰にも理解されないから、やってることも、まあ日々の日常生活も多分偽物だと思ってるんですね、この本人は。本物はどこにあるのか。それは自分の心の中の怒りの中しかないと。とにかく怒りを発散させないといけないですね。でも、とにかく。でもそれは時と場所をわきまえないといけないから。そのとっておきの時しかこいつはこの、この人ですね。まあ、こいつっていうだけで、この人は多分本性を滅多に出さないんですよ。その、すごい怒りを抱えてるんだけど。でその、 時と場合が揃った時に多分怒りを解放するんでしょうねだからそれが前も前も本物のときその一瞬だけが本物なんでしょ多分この人も気持ちいいそうですねで強い酸性雨あれです前に蛍光色の浅瀧うんこれやっぱ面白いですよ酸性雨ってとこは多分そのやっぱ健康的じゃないこのドロドロな雨ですよねでそれが上がらまりなくたぶんきなものに興味がなくなっているなんかその 心がそんなボロボロだから逆にあんま清らかなものはですね多分興味がわからなくなってるより刺激的なものを多分求めてますなんかその自分の傷を癒やすた,ためには過激なものなんかそのそうなんですよだから三世雨じゃないとやっぱ自分は多分洗い流せないそう思ってるんでしょうね多分そういうことなんですよで三世雨でまあ自分のこのあざを何とかしてくれるんじゃないかとそんな状況ですよね 気になるポイントはどうでしょうねやっぱこの「なんてファニー」「なんてピこれ2回行ってきてる、うん、やっぱこれお気に入りなんでしょうこのピエロ的な世界っていことですねこの絵が狂っているということを狂っているままに見えるということでそこにこの自分のレーザー光線を放すということなんですねでやっぱ最後のこれがまあ総まとめになってますから多分これ 作者によってはですね、孤立を一番最初に持ってくる人もいるんですね。自分の意見を最初にトップに持ってくる人もいるけど、この人は最後に持ってきたっていうパターンですね。まあでもやっぱギラ、ギタイトルが全て、ギラギラが全てだということですね。まあ見事でした。で、まあライバルとして一句を送るなら、うん、まあ勝ち目はないですよね。まあ自分なりに句を送りましょうか。この、なんていうかですね。 激しい激しい滅音どうですかねうんこれがあのー、このアドさんの持ち歌ギラギラのに対しての私の返答です激しい滅音だそうです、まあ、何言ってるのかはもうまあ基本わかんないですただ この世界観から受けた影響、歯ぎしり滅亡。要は、まあ、音のない怒りでしょうね。とにかく、まあ、そういうことです。じゃあ、次は、えー、ナンバーアイの、えー、ゴートを調べてみましょう。さあ、続いては、ナンバーアイのゴートということで、これはですね、もう、多分、見てる人の方が詳しいんでしょう。あの、J-POP というか、まあ、今の若い人は、みんな知ってるグループなんでしょうね。このキング、King&Prince というか、 あれのメンバーが脱退してこっちに移ったと。あんま私が言うことでもないこともしりまです。みんな知ってるんでしょう。で、それが出した最強楽曲みたいですね。デビュー曲。で、3人組ということで、まあ、ちょっとこれから知ることになります。で、まあでもですね、ちょっと自分の方が詳しくないから、やっぱ歌詞しか言えないですよ、今日でもですね、まあやっぱ最強ですね、これ、すごいですね。今、旬の楽曲で、まあ、ちょっと世界中なのか、で話題になってるということで、まあダンスも曲もですね、 めちゃくちゃゃくいいということで,で歌詞はどうなんだということでじゃあ調べてみましょう。えー、視界だらけの世界に生るプラザー俺ってついてるけ見せてある。ニューワールド。そうですね。これもですね、時代よりも先を行ってる感が出てますね。見させていく最低な世界を愛して、スキルは健在高このゴートっていうタイトルが、まあ、最高到達点、最高、最強、まあ頂上というかですね、てっぺんの意味するらしいですね。 それがまあ象徴的になっているということで、まあ、最強ですよということで、まあずっとその調子でいく。やっぱ曲もダンスもいいですから、うん、本当は最強だということでどんどんハマっていく。うんえー、踊らずにはいられないそう、まあ、このぐらい楽しいとやっぱり確かにね見てる側もですね、まあ、踊りたくなる。特にあのダンス真似したくなりますよねゴー,ゴー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 って。でもうどんどんずっとハマっていきます。この曲はラップメインですから本当、まあ、b ァーストのライバル関係でしょうね。b ァーストのあの ミリビリなんかかもすごい良ったですあの、あれもですね、良かったです。あの、ラップメインの、ミリビリですね。あ、紅白は、あの、ビンブンバックで攻めてきましたけど、まあ、b ファーストもですね、いい調子で頑張ってほしいです。あの、ラッパー界もですね、全部必ずしも好きになるかというと、そうでもなくて、まあ、やっぱ自分の好みのラッパーにはまっていきますから、b ファースト t はとりあえずいいですね。で、このゴートもめちゃくちゃいいですよ。まあ、これはちょっと多分、万人受けしますよね。多分、誰が聞いてもこれは面白いということですね。 そういうラップードンもついています。で、P 感の空と瞑想、うん、これも面白いですよ。ちょっとこの P 感って何なのか調べてみましょうか。P 感が何意味するのか。でもこの1行だけであのー、めちゃくちゃ面白いです。なるほど。P 感は屋外撮影現場の俗語から直射日光のあたる快晴の状態だそうです。なるほど。確かにこの文章から言って間違いないみたいです。要はもう。 すごい快晴の空で瞑想したということでうーんなんかですねまあ相当絶好調なんでしょうねとにかく絶好調感が一番星になったお前の分まあとにかく調子がいいということですねとにかくそれが伝わってきますやっぱ面白いですねこの一行うんただやっぱこれでこれですでに1句でしょう完成されています何じゃこれやってみんな興味を引きますから、まあ、これでもう勝ちですねえー、こんなタイプ今日はひない見てほしいんでマジ売ってるでしょう これのラッパーが好む、あの、なんですか、あれがいっぱい入ってます。あの、ちょっとな、なんて言ったらいいかな、ラッパーが好む単語がいっぱい入ってます。ステージから見る黒髪。黄の道だそう。ついて,て、こうやて、ワインをる。Now this is my.I'm the new g o d 新しい、新しい最強。最強ですよって言いますね。最強グループ。確かに、これが、 1>, 1月1日デビュー曲らしいですからうんでやっぱこれはやっぱ滝沢さんがやっぱ本領発揮してるのがでっていきますねこの何が権限かってなるとこの3人よりやっぱ後ろに控えてるあの滝沢さんが多分やらかすつもりでしょうねこの日本 J−POP 天下取るっていうことですね多分 J−POP 最強っていうことですねで五五五五っていうことですねこの振り付けにもやっぱ興味が出てきますねあのダンスは面白いですから 一回見たけで真似したくなりますで、曲も誰が作ってるのか、まあ、その辺もですねやっぱ興味湧いていきますよ曲もダンスも全部いいからラッパーとダンスダ,ダンサーと何ですか曲全員別々なのかその辺もちょっと気になりますよねどういう人材で作ったのかこれでこのこれも次の一行面白いですよタクシー乗るのにも一苦労なアーティストうんこれだけでやっぱ面白いですね多分これはまあ芸能人の代弁なんでしょうね今どこに行っても注目されすぎるから そのぐらいもうカリスマオーラが出てるってことですね。多分カリスマの悩みってことですね。これ、ちょっと贅沢すぎますけど。まあ、てことで、ャかジ、うん、まあ本当に実現したらそうなるでしょう。ということで、窮屈なスーツがバブー。これも多分、自分の身の丈に合ってないってことでしょうね。服が一着しかないですね。もうそれどころじゃないと。自分のテンションは。多分そういうことじゃないかとですね。もうスーツが窮屈に感じる。 まあそいいい暴れ狂いたいとということですね自分の心はもう一着どころじゃないということでまあそういうことなんでしょうかねうん。昨の内はもう踊れずにはいらない。まあでもラッパーに関してはですねこの歌詞を調べることよりもラップに関してはやっぱリズムでしょうね多分ラップの一番気をつけるポイントはこの文章の意味を掘り下げてもですね、まあ、微妙に違うとあの考えることが、まあ、やっぱラップの作業微妙に違うから。 考えて結論を出しなくて、なくてこのリズムがやばいっていうところを見ていくみたいな感じでしょうね、うん、もう止まれない止まらないっていう感じですねこのマジぶっちぎる多分このラッパーのポイントは考えた時点で少し後ろっていうことですねリアルタイムでずっとテンションが最強でいるためにはこのリズムをいかに制するかみたいな、まあ、そういうことなんでしょうかね、うん この辺の歌詞もですね、だから意味を聞かれても、正直な顔はよくわかんないってことにもなるかもしれないです。この辺、どういう意味ですかって聞かれても、でも多分このリズムが本物なんじゃないかとですね、こう見たときに、やっぱな,なんか面白いんですね、この、なんか知らないけど、うーん、面白いですよ、この脳内が新しすぎて真っ白ですみたいな感じですね、その次何が起きるかわかんない、それがワクワクしてしょうがないぞみたいな。 多分それを表していると思いますそ,のそれが無,、まあ、無でしょうかね、まあ、無の境地とか、まあ、今までのありきたりの言葉で言えば、まあ、無の境地なんでしょうね新しすぎて真っ白で次何が起きるかはもう自分にも誰にも全く分からんというか、ね、それが最高と達成すそのぐらい面白くて楽しいぞっていうことを多分、まあ、言ってるラップなんじゃないかと思いますでここいきますねもう一回この最強フレーズいってで、最後の掃除目やっぱ掃除目出て,てましたね やっぱ流行化のポイントなのか、どっか最初か最後に掃除目が出てくるんですこの。このゴートに関しては最後3行をさらっと言ってる。すね、まあ、結論を言ってもらうんですこ,のこれは重要です。この切りないぜ、燃え尽きちま。ぶっ飛んでいったライフが今大集合、未知の領域までフライ。このポイントはこのこうですかね、切りつき島、ま。これ全部言い切ってないです。この途中でちょん切ってるんですね。これ、これは面白いですね。これ 前とかですね、普通に喋ったらですねあのリズムが普通だからなんか凡人のラップになっちゃうけどそうじゃなくて途中でやめてる、まあ、ここは多分見どころですよ途中でやめて次気持ちはもう次いってるぶっ飛んでったライフが今大集合未知の領域までフラいで言ても言い切ってこっちは追いつけてないです見てる側は追いつけないまま完了ということで多分それなんでしょうねもう多分そうなんですよ追いつけない この置いいてけぼり感がです、ね、嬉しいんですすねね嬉しんよやっぱラッパーはこうじゃないといけないですよね。もう全部ぶちまけられて、見てるが追いつけないと。置いてけぼりにされて、まあ全敗ということです。もう負けましたということですね。うん、これぞやっぱ、まあ面白いですよ、とにかく。これが日本だけじゃなくて、どうも世界中で多分ヒットしてるんでしょうね。話題の曲ということで。で、ナンバーアイがこの後どうなるのか。多分 まあ私が話題にしなくてもみんな話題にするでしょう。まあとさんもそうですけどあんまり何も言わなくても,もう話題になるでしょう。えー、ということで J−POP 掘り下げ。ゴートに対してもやっぱり自分の一句を置かないといけないですね。このライバルですから。ゴートにどうやって勝ちますかということが、まあ、今日の句会です。ゴートに勝てますかですね。うんちょっと一句を考えてみます。 まあ考えてる時点で負けてるってことですけど一応、まあ、パッと浮かんできましたねまあこれは負けてますけどお空姫お空王子様にっこにこだそうですね、まあ、これが、まあ、ゴートを見た上で、まあ、浮かんできた連く連句なんでしょうねこの世界観ゴートから翻訳するとお空姫お空王子様にっこにこまあそのぐらい嬉しいってことで、まあ、このこれのそのままの翻訳ですよ これを自分なりに解釈するとこういう「ピーカンの空と瞑想」お姫「お空姫お空王子様ニッコニコこ」ということでうーんまあちょっと勝ち目はないです勝ち目はないけど、まあ、戦いたい世界観ですえー、じゃあこれであのー、今日の句会というかなんというか勉強会ですね j p o p 勉強会一回終わりますでも今日は休みの日でまだお昼ですからまだ時間あります もしかしたらこのあとさらに調べてもう一回 J ポップ勉強会が始まるのかもしれません。えー、では以上、自由立在住ホームセンターゾウリン側でした。